アステカ料理。アステカ料理では、15世紀頃、現在のメキシコの地に栄えた、国家、アステカ帝国の食文化を解説する。アステカ文明での主要な食料はトウモロコシである。それは、東アジアにおける稲やヨーロッパの小麦と同じく、においても重要な位置を占めている。トウモロコシはトルティーヤ、薄焼きパンやたまる、蒸し団子、カユに加工され、主食となった。 トウモロコシ製品と塩、チレ、唐辛子が食の基本であり、断食の儀礼の際は塩とチレの摂取が禁じられた。トウモロコシや塩以外の重要な食素材は、インゲン豆とアマランサスである。また、トウモロコシを石灰水で煮込んでから調理することで食感と溶化を高め、さらに豆類の料理を付け合わせることで、トウモロコシ食で不足しがちなビタミンを補い。 ペラグラを予防していた。水とトウモロコシの薄が湯、そして、流絶卵の汁を発酵させた、酒プルケが、アステカにおける一般的な飲み物である。さらに蜂蜜、サボテンや果物の汁を発酵させた飲料も、存在した。その一方で、社会的階級の高いものは、プルケを避け、カカオから作られる飲料を口にすることを誇りとした。カカオの飲料、ショコラトルは、王族、 貴族、戦士のみが引用を許される、贅沢品で、唐辛子、蜂蜜、香辛料、バニラなどで味付けされていた。食用の動物は七ナ面ナ鳥などの花琴、グリーンイーグアナ、メキシコサラマンダー、エビ、魚さらに昆虫類やその卵など足したようである。野菜類ではカボチャが好まれ、種もいって食用にした。トマトは今日栽培されているものとは異なる品種が、食され、 唐辛子と混ぜて、ソースにするか、トウモロコシと共に、たまるの詰め物にされた。キノコ類も好まれ、に侵かされたトウモロコシに育つ菌までも、珍味として珍重した。アステカ社会の食事は1日に2度だったが、肉体労働者は夜明け午前9時頃、午後、と1日に3食をとっていた。これは、近代ヨーロッパの食事形式とよく似ている。 メニューはと呼ばれるトウモロコシの粥が中心である。濃厚なアトルはトルティーヤと同じくらいの栄養価を持つ。アステカでは儀礼や祭事に伴って宴会が行われていた。その宴の有様は詳細に残された記録で伺うことができる。まず宴に招かれた客人は使用人たちからタバコと花束を渡され、これで自身の首筋や腕を拭う。宴の開幕に伴い、 ご馳走の一部を地面に落とすことで神に捧げる。軍事国家のアステカでは、戦士の社会的地位が高かったため、テーブルマナーは、戦士の行いに従ったものだった。例えば、喫煙用のパイプや花は使用人の左手から、客人の右手に手渡され、盆は右手から左手に手渡された。これは、戦士がアトラ取る、槍嘆きや、や、盾を受け渡す、際のしきたりと同じものだった。 花は、受け渡す手が右か左かで名称が異なる。剣の花は右手から左手に手渡され、縦の花は左手から右手へと渡る。食べる際、客人は右手にソースを満たした小鉢を持ち、左手で持つトルティーやヤタマルを浸して食べる。ショコラトル、カカオの飲料は、氷炭の器に入れられ、かき混ぜるための棒を添えて提供される。宴会では、 男女の同席が禁じられたとの説があるが、その確証はない。チョコレートの引用は男性に飲み許され、女性はポサリー、カユの一種カプルケを引用した。また、裕福な者が開く宴会では、主催者は中庭を囲む小部屋に客人を止める。皆が見守る中庭で、上級軍人が舞い踊る。深夜に一部の客人は、チョコレートとマジックマッシュルームを服用し、 明定状態の中で見た幻を他の人々に語る。夜明け前に至って客は歌を提供し、捧げ物を焼き、あるいは中庭に埋めることで主催者とその子供の幸運を祈る。朝を迎えて園はお開きになり、花と葉巻、その他食物は老人や貧者、招待客、そして雇い人に分け与えられる。アステカ人の精神世界では万物には二面性があり。 人はその中央を生きるべきだとされた。宴会もこの思想のもとに取り行われていた。鉄器の存在しないアステカ文明では調理器具のすべてが石器か時だった。基本的な調理器具はクラガタウス、メタテと持ち手が2つある土鍋ザクトリーである。メタテで石灰処理したトウモロコシをすりつぶし、土鍋で煮るかふかすかする。トウモロコシの団子、 タマルは二つきの土鍋を使って蒸し上げた。アステカ料理を記したスペイン人の記録には揚げ物も記されているが、実際には揚げ物ではなくシロップの中で素材を煮る調理法を見間違えたものらしい。考古学的には大規模な油脂の圧搾装置や揚げ物に適した形の鍋は見出されていない。トルティーやタマル、煮込みやソース類が アステカ料理の基本的なレパートリーである。食事の基本は、釣り鉢で塩と唐辛子をつき混ぜ、水を加えて作るソースを添えたトルティーヤデル。また、トウモロコシの生地で七面鳥りの肉を包んで調理することも行われていた。アステカの都市では、市が開かれ、素材とともに様々な料理も売られていた。その中で、喉の,の渇きを癒すものとして、城の屋台に人気があった。 アステカの主食はトウモロコシ、豆、カボチャである。副食や調味料として、唐辛子、トマト、さらに、テスコココで水揚げされるザリガニ、小エビ、卵巣のスピルリーナはトルティーヤに塗って食べるほか、固めて乾燥保存する。アステカの食生活は、植物質の素材が多いが、タンパク質を補給するためばった、なども口にしていた。この昆虫食は、 現代メキシコにも受け継がれている。トウモロコシはアステカのすべての階層における重要な主食であると共に精神的な意味でも大きな意味を持つ穀物である。アステカ人は接触したヨーロッパ人に対してトウモロコシを我らのであり骨であると説明している。トウモロコシには一般的な黄色いもの以外に赤、黒、白、さらにホヤ、 国流の大きさで様々な品種に分類される。この中では、白トウモロコシが最も貴重な品種で、一般の人の口には入らなかった。トウモロコシを鍋で煮込む際、必ず息を吹きかける。これは、トウモロコシに火を恐れさせないためのまじないである。また、トウモロコシの粒を地面に落とした際は、必ず、すべて拾い集める。フランシスコ会の宣教師。 ベルナルディーノ・デサー軍は、この行為を次のように説明している。トルティーヤやタマルの原料となるトウモロコシは、石灰水につけるか煮込むかしてからすりつぶす。この工程を、ナワトル語で灰を意味する、ネクストリート、タモリー、未完成のトウモロコシ生地、タマルの合成語で、ニシュタマリゼーションという、乾燥したトウモロコシの粒は、 アルカリ性の石灰水に漬け込むことですりつぶしやすくなり、さらに炭水化物が大半を占めるトウモロコシに、カルシウム、鉄分、銅、鉛が新たな栄養素として加わる。また、元来トウモロコシに含まれているものの、人間には消化吸収できない、タンパク質やナイアシン、リボフラビンなどが摂取可能になる。さらに、マイコトキシン、有毒な菌類の成長を抑えるなど、 人間の食生活にとって、誠に有益である。この作業は現在メキシコにも伝承され、工程を経た、トウモロコシ生地をマザと呼ぶ。石灰水に浸す工程を経たトウモロコシ、ニックステマルはアミノ酸のジン、トリプトファンも摂取可能である。そのため、理論上、アステカの食生活では、トウモロコシ料理に豆、野菜、カボチャ、果物、 唐辛子に塩を付け合わせることで、動物性タンパク質に頼らなくとも、栄養的に、バランスの取れた食生活を送ることができた。ただ、実際には、様々な動物性タンパク質、あるいは人肉が食されている。アステカ料理では、多数の香辛料や香草が使用された。最も重要な香辛料、唐辛子は、栽培種や野生種など多種多様であり、 カプサイシンの含有量に応じて様々な辛さを持つ。唐辛子は生で使うほか保存用に乾燥させるか、あるいは燻製にする。これらの工程で甘いもの、フルーティー、土の味、スモーキー、燃えるような辛さなどを唐辛子の風味は多数のバリエーションを得た。スペインによるアメリカ大陸の植民地化を経て唐辛子は旧大陸にも伝播した。 強烈な辛さとともに温帯で簡単に栽培できる利点を持って現在では世界中に伝播している。または旧大陸のコリアンダーよりもはるかに強烈な香りを発する。やメキシコアニスは旧世界のオールスパイスのようにナツメグ、シナモン、クローブなどを思わせる香りを含む。の皮はシナモンに似てなおかつ繊細で柔らかい香を有することから現在でも 白シナモンとしてメキシコ料理に使用される。アメリカ大陸に玉ねぎやニンニクは存在しなかったものの、アステカ人はネギ族に類する野生植物を薬味として用いた。その他、バニラ、ベニの木、エパソーテ、アボカドの葉など様々な自生植物が食用や香料、嗜好品として利用されていた。アステカではトウモロコシ、蜂蜜、パイナップル、 サボテンの実など様々な素材からアルコール飲料が作られていたが、最も一般的な酒は、トリである。これは、流絶卵の加賀を切り取った際に滲み出す、密水を自然発酵させて作る、アルコール度数の弱い酒で、現在では、アンティル諸島での名称プルケの名で知られている。オクトリの飲用は、上流階級から見下げられていたものの、実際には、すべての階層で飲まれていた。 しかし泥水して、集体を晒した者に対する罰則は厳しく、平民の場合は髪を切り落とされ、住居は破壊と略奪に任せられる。上流階級に対する泥水の罪は一層厳しく、貴族は初犯でも死刑に処された。上流階級が、チョコレート飲料を好んだのは、泥水の罪を犯さないための自衛策でもある。その一方で、高齢者は泥水してもある程度は多めに見られていた。 深酒に厳罰を処したアステカ社会でも、酒に溺れ体を損なう者、身を持ち崩す貴族は後を絶たなかった。宣教師のサー軍は、八千人を指揮するアステカ軍司令官が落ちぶれた例を挙げている。アトリ、アタリとは、トウモロコ市場のことである。アステカ人はた日の摂取カロリーのうちかなりの割合をアトリから得ていた。その基本的な作り方は、 トウモロコシを石灰水で柔らかくなるまで煮込む。これ20分の1ほどの流絶乱蜜を加えたものが、ネキトーリー、塩と唐辛子、トマトを加えたものは、エスタクあたり、4、5日かけて、酸っぱくなるまで発酵させ、塩と唐辛子、新鮮なトウモロコシ生地を加えた、ゾウコットーリーなど様々なバリエーションがある。さらに豆や焼きたてのトルティーや、焼きトウモロコシ、 アマランサス、蜂蜜を具として加えた豪華な粥もあった。また、水自用具を持たない旅行者は、袋に入ったトウモロコシ粒と水を入れて持ち運び、旅先で即席のアトリを作った。中米の文明では、カカオは大いなる象徴的な価値を持つ。アステカにおいては、カカオは、高価な嗜好品であると同時に貨幣であり、カカオ豆が支払いに使用されていた。アステカのと、 テノチティトラン近郊の故障地帯ではカカオ豆八十から百粒で小型のカヌーが買えたという。そのためカカオの殻の内部に泥を詰めた偽造通貨が出回ることすらあった。カカオから作られた飲み物カカワトル、カカオの水の胃。チョコレートの語源であるは貴族、戦士、商人、ポチテカによって飲まれていた。これには強力な興奮作用があるとされており。 限界や厳粛な儀礼の場で使用された。スペインの傷つ家、サー軍は、何の考えもなしに飲まれるようなことはなかったと、記している。カカワトルは言ったカカオ豆をすりつぶし、湯に溶いたものだが、蜂蜜や唐辛子、トウモロコシ粉、さらにバニラや様々な香辛料を添加して、風味をつける。これら材料をよく混ぜ合わせ、すり鉢から別の容器に注ぐことで泡立てる。 カカオ豆が上質であれば、泡立ちは一層、良かった。この泡を取り分けておき、別の飲み物に添えることも行われていた。アステカ文明では、生活のあらゆる面において、中溶が求められ、その思想を、節制と受け止めた、ヨーロッパの記述からはしばしば感銘を受けた。プエブラ州の司祭は、1640年代、ヌエバ・エスパーニャ総督に以下の報告をしている。 アステカにおける断食とは飲食の一切を断つことではなく、塩と唐辛子の摂取を断つことを意味する。これは、アステカ社会の構成員べてに課せられ、初期のヨーロッパ人入植者を驚かせた。ただ、病人や女子供、老人に対する断食は、ある程度免除をされていた。52年ごとに行われる、新しき日の儀式に先んじて、一部の新官は1年。 他の新官は八十日、領主は8日の断食を行う。一方、庶民の断食はそれほど厳密ではない。においては、断食は通常、あるいは偶発的に行われていた。石の枕で休むなど、様々な禁欲的行為を強いられる。食物は五日グラム程度のトルティーヤ飲み。この状態で四年間を過ごすのである。その代わり、二十日に一度は何を飲み食いしてもよかった。 モクテスマ二世のような王も、七肉林に溺れることなく、断食の規律に従った。女性との同金を自ら禁じ、ミチウハウトリやアマランサスやアガザのケーキの実を食べ、ここは飲料の代用として干からびた豆子の水溶きを引用する。これらアステカの断食行為は、肉や魚など動物製品を禁じるキリスト教の断食と対比することができる。 お参照、アステカの得意な食習慣として、カニバリズムが挙げられる。神々に人心ごくとして、新鮮な心臓を捧げた後、体の部分を地面に投げ落として切り刻み、神官や戦士など上流階級に配布される。その肉をトウモロコシと共に煮込み料理に仕立て、トルティーヤと共に味わう。なお、この料理の味付けに、唐辛子は使われなかった。1970年代。 人類学者のは、この食人行為について、牛や馬などの大型家畜を持たなかったアステカ人が、タンパク質を得る必要に迫られていったものだと、結論づけた。この説は一部から指示されたものの、アステカの農業生産や人口統計を無視した根拠のない仮説だとされている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。